クルクラーレリ県は、トルコ北西部、マルマラ地方の県。クルクラーレリとも訳される。県とはクルクラーレリ。国会に面しており、ブルガリアとの国境とも面している。国境の長さは180キロメートル。西にエディルネ、南に、テキルダ、南西に、イスタンブールの各県とも接している。 クルクラーレリの名前の由来はトルコ語で要塞の地という意味であり14世紀にオスマン帝国がこの地を征服するために村と一世をこの地に送ったことかオスマン帝国がこの地を占領する前にあった40の境界を指していると考えられているクルクラールの丘にはクルクラーアンツと呼ばれるオスマン帝国がこの地を征服するために準じた40人の トルコ兵士のための征服費が立っている。この県は、ユルズズ山脈にに当分されている。北部と北西部は人口も最小であり、開発もほとんどされていない。南部と東部は農工業のための開発に向いた地形であり、人口が高くなっている。北部と北西部は森に覆われており、林業が主要な産業である。国会海岸では漁業も盛んである。 北部の国境沿いにあるドゥプニサ洞窟は特徴的な地学構造をしており有名である。国会海岸沿いの地域はトルコでも一番手が付けられていない自然が残っている。北部の坂による自然保護区域と南部のカサツラキョフェズイ、自然保護区域の二つの自然公園がある。これらの場所は個性的な固有の動物や植物を抱えているが、これらの種のいくつかは危機にさらされている。 ありがとうございます。